玉ねぎの始まりました。玉ねぎの玉袋でございます。皆さんどうもお疲れ様でございます。はい、始まりました。もうあ待ってね、ここもちょっとマイクもオフじゃないわ、オンにして OK、 スペースもバッチリ。はい、今日はですね、なんとですね、今回はですねゲストをお迎えしております。はい、今日のゲストはですね、9月7日、メイカーズピアにて行われる第1回目のコスプレイベント、その名はアツコス、はい、アツコスですね。そのイベントの主催者さんが登場します。ここで画像1どうぞ。映る、そう、主催者さんですね。いやー、ついにイベント、新しいイベントが、はい、始まりました。この主催者さんね、まあ正直中身の人はねめちゃくちゃ知り合いなのよ、めちゃくちゃ知ってる。だからもういろいろ初回のイベントっていうことで根掘り葉掘り聞いてやろうと思ってます。はい、ではもう早速行きましょうか。登場していただきましょう。どうぞ。早くおいなさん、早く。はいはいはい、おいで。はーい。こんばんは。どう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 。いいわよ、いいわ、そんなに。はい。はい、出た。アツコスの代表の人です。ここにおー、いきなり始まったわね。あ、レイさんが言ってます。レイさんがヤッホーヤッホーヤッホー。そう、スペースに回ってるからさ、ここで見れるの。あー、素晴らしい。そう、久しぶりにこれ曲調よ、これ久しぶりに出てる、久しぶりにいる久しぶりにいる、ここにいるのも久しぶりよこれ。はい、ということで本日はコスのコスプレイベント代表方に来ていただきました。代表ですね。はい、実行委員会のトップの人です。主催者です。どうも。じゃあもう早速聞いてみましょうか。緊張はいいですか。うんうん、緊張してんの。めちゃめちゃ緊張、素人ですよ、素人が突然こうテレビに出るんだよ。レイディオね、レイディオレイディオに出るんですよ。恐ろしいですよ、皆さん。もう慣れてんじゃん。慣れてる。放送事故になるわよ。OK、はい、じゃあ聞きまーす。もう台本があるのか。見せてダメよ。じゃあまずね、アツコスとは何かというのを聞いていきましょう。アツコスって何ですか。はい、カンペ読みますね。ですね、はい、どうぞ。ひどい集まれコスプレイヤー。アツコスはコスプレ初心者もベテランもカメラマンもコスプレを着ない人も楽しめるイベントを目指しています。すべてのコスプレを愛する人の皆さんに名前が込められています。はーい、というのもね、ホワイトさんじゃん、ヒャロー。あ、聞いた。何初めていい。いや初心者の、違うけど、もともとコスプレってハードルが高いものだと思うんですよね。そうするとかって、そう、あー、いや楽しそうだったから。私まあ、いるよね。基本だって我々は陰キャだから、陰のものだから、うんうん、新しいことやるの抵抗あるじゃない、うん、怖いじゃない、うんうん、でもほら実行委員だし、
私も自営やってるからそんなこと言ってられないけど、何もやってない人は病気だから、みんなコスプレやって、うん、できないわよね。うん、いや心にね傷を持っていらっしゃる方もいるしね。そうそうそう、いるいる、みんな病気だから、私たちも病気だからまあまあみんな病気だから確かにね、その入るのにはまあいるわよね、きっかけは。そう、ハードルは、私もあの大先輩が誘ってくださって。そうなの、聞いたことない、なんでコスプレしてんの。あのね、元職場が一緒だった方、先輩がいらっしゃって、うん、あの紫女って書いてある塩野さんっておっしゃると多分してらっしゃることよかったらコスプレイベントあるから出てみないって言われて、うん、で、はい、はい、試しにって、そこが最初だった。こんばんはってきた、レイさんが。見ていただいてありがとうございます。あの、あれよ、あの逃走中の人、あ、はいはいはい、のコスプレイヤーの人の一人。そうなん、あのグループあり、グループあるね、うん、の一人の方。かっこいいっすよね、あの。暑そうだけどね、毎回毎回。本当に冬も夏もスーツで。絶対死ぬと思う。暑いって言ったらって。じゃあもう、うん、コスプレイヤーってそういうもんよ。頭おかしいから。もうそれで全部こと足りる。うん。もっとあんたマイク近づけなさい、これ。聞こえない。聞こえてないもん。聞こえてる。ここ、ああ。オッケー。はい、で、アツコスとは何か。いや、あ、そうそうそう。初心者の方にもこう来ていただけるようなイベントにしたいなーっていうのはずっと思っていますね。はい、うん、そもそもそのうちがイベントを主催するじゃなくか、なんていうのかな。あんまり話さない方がいいですね。話しいいんじゃないの。いや裏話、あそこか、ここは尖ってる。そう、だって今のところここに出てんだ、もう一人しかいないから。あ、本当、あそっか、うん、じゃ あ、おじいちゃんが覗いてる、ね、はい、だで、あ、いや、あ、何の話だっけ。アツコスとは何かよ。あ、そうそうそう、そうですね、コスプレを愛する人の居場所を作りた、あ、居場所がアツコスであってほしい。素晴らしい。うん、いろんなイベントさん、あるけど、うん、そのなんかこうコスプレやろうって思った時、登竜門みたいなね形になったりも一つだし、なんかそこのメーカーズピアでやらせていただくんですけど、はい、うん、そこもうたくさんねこうイベントもううちがそのやる前にもあるじゃない、あったじゃないですか。でこれからももしかしたらあるかもしれないし。あら、ゆうちゃま来たわ。はい、ありがとう。放送中よ。いいよ、言っていいわよ。私のこと無視して。何だっけ。無視できんって私こっちでスペースでと会話してるから。あ、本当、うん、私短期記憶がね、夏はしほら夏はしにくいけど、ね、夏はしにくいね。うん、知ってる。すぐどっか行くんだ。何が、あの話が、うん、あ、ゆうちゃん来るのかしら。緊張してるしね。アツコス、え、本当来るのかな、来ないのかな。露出制限とかどうなのか。あ、ここでイベント概要見てみましょうか。こんばんは。イベント概要どうぞ。概要、あ、画像さんお願いします。こんな感じね。9月7日、はい、土曜日の朝10時から夜10時まで、うんうん、やばいね。長いんですよ。長い、これがあのアツコスの特色でもあって、アツコスのことを知らなくてイベントです。そう、今流してるよこれ。うん、知らなかった。ほら、まだ知られてないのよアツコスが。そっか、もっとアピールしなきゃいけないんだ。そうよ、実はこのあのメーカーズピアで、そう、メーカーズピアでやるよ。そう、今までそのやってきた団体さんもたくさんあるから、ドアップできない。今のメーカーズピアを知っていただきたい。もうなんかね、どんどんすごくなってるんですメーカーズピアが。
できない。そう、うちもあのドレスアップルームっていうあのメイクルーム兼更衣室をやらせていただいておりまして、そこでね着替えてメイカーズペアでコスプレできちゃうんでございますよ。イエーイ。ちなみにあるよね、朝10時から18時までが一部、そうで、夕方18時から22時までが2部のアフターパーティーですね。そうです。はい、長い、うん、22時、うん、これは、 これはでもあれですよね、チケットとか、あ、じゃあ値段いきましょうか。うんうんうん、値段の画像4番どうぞ。これですね。じゃーん、じゃーん、値段表ですね。じゃーん、まあ安いわよね。あのもうね、普通のあのイベントは、うん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 、イベント、あの交流系のねイベントですから、そんな特別なことはなく、あつこすコスプレ更衣室なし2000円、更衣室あり2500円、カメラ2000円で、でちょっと特殊なのがアフターパーチ、パーチ、はい、アフターパーチ、パーチ、どう特殊なの？それはもう玉ねぎさんの口からやっぱり言っていいの？お願いします。その前にあれじゃない、うん、コスプレの更衣室なしって、ああ、うん、コスプレしたまま来ていいよね。そうですね、こうコロナ後から、あ、コロナの間からこう広まってきたのかな、うん、コスプレをしてお車で、あのお車限定なのね、青波線で来るのはダメなのね。そこね、わざとうちは言ってないんですよ。あの、なんでかっていうと、そのそこを禁止するその理由が、だって法律はだって別に禁止されてないし、まあ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 、そこをダメっていうのが なんかその、いや、もうコスプレの界隈だったらそれって当たり前よねみたいな、うん、あの他 の夏の大きなイベントさんが そこで OK してるだけよね。夏の大きなイベントってコスサミ？そうそうですそうそう、そこがあの OK してるだけですよねぐらいだったじゃない、だですじゃないですか。ですねデデニーもいいわよ、あディハロもいいわよ。あ、そうなんですね、ディハロもいいんだ。ディハロもあの勘違いするバカが電車で来てるやつ見てめっちゃ叩いてるけど、おめえが悪いんだからな。ルール的には電車で来ようが何で来ようが、Dハロの格好してきても全然いい、仮装したまま電車 OK なんだからな。だそうです。そうですね、そう勘違いしてるバカがいるの毎回お前日本語読めんのかっていつも思う。ああ、うん、そう規約読めって。そうね、施設側がダメって言ってなかったり、その法的にねダメとかじゃなくて、まあ一応そので、うん、アツコスは、アツコスはアツコスはね特に何も言ってないですね。ということは、まあ来たもいいんですか。いいんでしょうね、うん、あ、じゃあまあ、うん、アツコスやって叩かれてもいい覚悟のある方は、うん、そりゃそうですよ。だって普通に変な格好してたらこの人やばいですよねって、 そうそうその電話、警察さんとかだってかけられて、その普通のことじゃないですか。それって炎上してもいい覚悟のある人はコスプレの姿で青波線に乗ってみればいいと思う。それでいいの？うんうん、アツコスは一切関与しませんよっていう。あ、そうですね、そういうのは、まあ、規約に書いてあるので、うん、こう警察から開示請求が来たらそのまま言いますよってこと、ね、開示請求、ああそうですね、その辺ちょっと冷たいですね、うん、うん、確かに、いい、うん、で、いい、OK らしい、でも、まあ、その大きくそのしっかり OK っていうふうに言うわけじゃないけど、その一般常識的な範囲で炎上してもいいんだったらおいで、多分叩かれるよ。あ、リリスじゃーい、リリスさん、妹さん、もう一卵性なのよ。病だよ、病、うん、病で決まったからもう一緒だと思ってる。あ、はい、そうなんですね、うん、だからご協力いただいたんですよ、写真の、あのバルトさんっていうね、あの公式カメラマンのさ、そうね、リリス使ってたよね、そうそう
そう経由でご紹介いただきまして、でそうリリスさんの写真を勝手に買ったの、あ、うん、バルトさんがねちょっとモデルさんに確認を、リリスオーケーしたんだ、うん、優しい、リリスさんありがとうございます、リリスも出てるからね、ここどうぞ、あ、そうだったの、うん、やだちょっとチェックします、 YouTube ここ、 YouTube 見れるわ、 YouTube うちのラジオ来てる、います、初回来たもん、出たこれはビルこれなんて呼ぶのこれ、ビルさん、おー、はい、What's up? はい、What's up? ビル Nice to meet you、 なんかいっぱいコメント、あ、どうぞ喋ってていいわよ、喋る、はい、喋ってていいわよ、こちらこそって、こちら、写真使っていただきありがとうございます、だって、あ、自分じきじきにお言葉いただける、仕事できないんだってレイさん、仕事、仕事、ありがとうございます、コスプレイヤーだよね、あれコスプレイヤー、コスプレイヤー、あれ、コスプレイヤーなのに仕事、何うん、何でもない、大丈夫、レイさん怒れないって、あ、そっか、残念、仕事だってコスプレイヤーなのに、そっかそっか、今だいたい100人ぐらいですね、チケットも確定してる方が、なのでね、本当あつこすのその LINE 公式でこうだけ発表しようかなと思ってもらえば、誰が来るとか、どれぐらいの規模なのかで結構来るのを悩んでらっしゃる方は多いと思うので、もうそれなりのこのある程度のこの何か、まあ、小規模イベントですけどね、くらいの希望はございますので安心してお越しくださいませ、はい、じゃあハインね、メーカーズピアのハイン、画像5ですね、どうぞ、はい、これです、じゃーん、じゃん、広どういう、どこが受付わかりません、あ、受付どこ、ごめんなさい、受付ね、あ、ここなんだ、 ありがとうございます、女子高室の目の前なのね、そうなんですよ、入り口がその右の方にあるのかな、これぐるぐるの滑り台のこの後ろの方なんですけど、あ、矢印の方ね、そう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 、はい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 、からこう階段を降りてメーカーズピアに入っていただくのが通常ルート、ーなるほど、でこう左に曲がっていただいて受付に来ていただき、はい、気を済ませてください、はい、リストバンドと交換をさせていただいたり、はい、あとハンコ、アフターパーチの方はハンコをさせていただきまして、でブラックライトで確認するようなシステムでございます、はい、よろしくお願いします、はい、さあ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 、いやー、さあ、いいかな、これどうしようか、何、あんまり普通に喋って、普通に喋ってるって言ってもん、はい何を今さら、緊張してないでしょ、やだ、あ、首のシワがめっちゃ目立つ、やだ、もうなんか年やだ、なんか私暗くなってるから別に別にいいもん、別に、ああ、光がね、そうあってそうですね、こんなことすごい、こっちがついてるね、その中でね、私が関わってることでさアフターパーチのことを言わせて、それよ、はい、素晴らしいのよ、もう実はですね、私もですね、このイベント一枚噛んでましてですね、なんと言っていいのよね、これ言っていいのよね、どうぞ、実は制作統括を任命させていただいております、どうも、画像録出してもらっていいですか、それでこれですよ、じゃん、私が統括とさせていただいておりまして、はい、頑張ってますよ、叩いててね、なかなかね、いろいろやってるわよね、はい、ちょっとメールのね、文章を制作してくださった、あ、一番大きな MC、 めんどくさかった、ね、MC、まあ、うん、私 MC じゃないからね、今回私裏方だから、プロの方呼んでるので、レディーナナさんっていう方なんだけど、素敵な方でね、はい、知らない方だけどね、私、うん、あ、そうよね、今度、うん、そうね、うん、なので、はい、ご紹介します、そう、
そうだからいろいろだから裏側を今やってるからそれこそコッサミとかさラブスピとかビビコスとかの運営の凄さが分かって高温中って書いてある。あ、切れたかも。まあいいや、話せて。はい、残念ながらスペースが落ちてしまった可能性が高い。残念、うん、残念です。あのネットで見てた方はやったぜ、本当よ、勝ち組だぜということで。なんか高温中になってる。ああ、冷やした方がいいですよね。ほら、ちょっとまあうん、なんか壊れちゃうからね。うん、ポイしましょう。じゃあ、はい、さよなら。じゃ普通に喋りましょう。はい、おしゃべり、おしゃべり。でもこれも放送してるからね。ああ、はいはい。だからここのアドレスもちゃんとスペースに載ってあるから、うん、落ちたって言ったら多分見に来るからみんな見に来るしかないからこっちに。おいでませー。おいでますよ。わかるよね、裏方の凄さが。すごい。一番めっちゃ頑張ってんのこの方だけど、代表の方だけどね。なんかね、あの、まあ、最初はね、あの広報担当ぐらいだったんだけど、いつの間にかちょっと、うん、なんでこんなことにっていうこと、まあまあ流れでね、うん、なってしまって。そう、スケジュール帳とかあるじゃん、書いてあるじゃん、あなた。あ、スケジュール、すごいね。ほら、誰かさ、この美しい方々はどうも。素敵なお姉さんだよね。あのお兄様が、うん、あ、次の出演者の方だ。ナナ。あ、ナナの方ね。ナナ、あ、ナナがいらっしゃる。うん、そう。で、そのスケジュールに私の名前は書いてないじゃない。うん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 。そう。あ、書いてないか。私の、たあの。最初私あの入りの時間とかさ、あ、はい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 、あのまだ出してない方に書いてる。そう出してない方に書いてる。あの、うん、そうあのあれね、午前中、あ、じゃ18時まで の、うんうん、メンバーの運営マニュアル。あ、なるほどね。はいはい、話してて、うん、あ、よし、立ち上がったからどうぞ。こんな丈夫かな、ちょっと話してて、うん、あ、でも普通にできた、できてた。あ、本当だ。なんだ。よかったよ。うん。ちょっと話してるね。本当？あのこの進行はどこまで進んだんですかね。無視していいわよ。無視していい。無視していい。無視していいわよ。無視していいらしいですよ。うん、すごい。好きな子話して。話せる。うん、まあ、そうです。話せる。話せる。喋らないよ。喋りなさいよ。喋らなさいよって言われた。何をこう言うたらいいんですかね。みんなイベントに来てね。あ、分かった。じゃあ、こんなやつは来んなってやついる？それそう。そのさっきね、玉ねぎさんからね、これ聞くわよって言われて。すっごい困る。それはもう飛躍を見てくださいしか言えない、ね。あ、できた。え、戻ったわよ。おかえりなさい。はーい。スペースの皆さんおかえりなさい。はい。で、こんなレイヤーカメラマンは来んな、迷惑だ、死ねってやつだわ。そう。そんな、だってあの来るなか。うん、来るな。迷惑だから来んな。だって、コスプレを愛する人の居場所を作ろうじゃん。そうそう、コスプレを愛してたらいいわよね。まあ、まずそうですね。コスプレを愛してたらいいわよね。まあ、ちょっと好きぐらいの人がいるんですけど、うん、居場所を。あ、リース、おかえり。今ね、あの、こんなやつはコスプレイベントに来んなってやつを話してるのよ。面白いですね。私が、あんまこう、何か、もともとそのオタクではあったんですけど、
そのずっとコスプレだったわけではない、コスプレイヤー。あ、リュウさんじゃん、はい。あ、リュウさん、リュウさん来た。レイヤーズ写真展。いい話題、いい話題、ほらいい話題ってほら。ありがとう、あのあんな素晴らしいものを撮ってくださって、出してくださって。リリスがいい話題だって。こんなやつはコスプレイベントに来んなって話題。さきさんって方だわね。うん、どうもー、はじめまこ。あ、消えた。ま、そう、よいしょ。こんなやつは来んなってやつ。なんですかね、例えばね、こう一般イベントで言われるような。思ってよ。はい。立てないから思ってるからって。さっき思ってらっしゃったの。そうそうそう、気づかなくて、ごめん。でも視野狭くなってるから緊張して、こう広くね、視野を広くよ。このやつは嫌だって。結構さ、例えば、例えばよ、プリキュアのコスプレして、プリキュアのコスプレしてジョジとイチャコラしてゲヘゲヘしてる気持ち悪い変態野郎は。でもいいんですか。いや結局そうなんですよ。そういう、まあ、それでも法律に引っかかるから、あのイベント内でイベントを開催しないでくださいはちゃんと規約で言って、 そこに話しましたよね。結構そうそうそう、あの他のメンバーともそう、あのここで、お礼を言わせてください。今回ねこのイベントを、立ち上げるにあたってめちゃくちゃいろんな方に実はあのお話を聞いてて、お伺いして、いや本当ね、もうずっとイベントをこう何十年とやってた方もいらっしゃるし、おもぎちゃん来た、はーい、あのご家族でこうコスプレして楽しんでねいらっしゃる、あのお母様にもお話を聞いたり、あの、まあ、結構ありとあらゆるその違うグループの中のコスプレ そのグループはやっぱ仲いいグループとかあるじゃないですか。こうね、あの玉ねぎグループとか。玉ねぎグループなんだ。みんな一切ないわよ。なんかこう独立してたかっこいいとこよね。うん。私だって合わせとかしないもん。その派閥じゃないけど、こう誰々と仲いいグループでなんかこうなんか巧妙にこう何そのグループ側のなんかこう縁でさ、こうなんか。この辺重なってて、この辺重なってて、またこっちがこう重なっててみたいな。オタクだからね。その、いろんな派閥に聞きました。うん、喧嘩、まあ、法律に引っかかるところはやっぱダメだろうと。法律に引っかかるところ。法律ばっかりなんですよね。いや、だから私がだってこういう人間だからさ、こう見てくださってるから、もう大体わかると思うけど。なんかあの臭いやつはどうする。臭いやつ、私臭いやつめっちゃ嫌いなんだけど。ああ、めちゃ臭いじゃん。あと気持ち悪い女装。難しいんだけど、その誰かに、まあ、迷惑をかけてるかどうかとかかな、あと他の参加者さんがこう嫌と思うかどうかとかを、まあ、現場判断になるね。まあ、1回目っていうのもあって、あの絶対ダメは絶対ダメ。こうちょっとは作ってるんですけど、ね、迷惑にかかったらダメなのね。迷惑は、うん、それは、ね、それはじゃあそのアニメをめっちゃ好きなジョジがうわって思ってるのは迷惑になるんだよね。あー、掘り進めば、あ、ねほりはほりねほりはわかるよ。そう目を掘るんだけど、はほりってなんだよって出てくるからさ。迷惑じゃない、ブッサイクな女装、ね、あんま、うん、それ難しいですよね。プリキュアコスプレ、私マジ絶対嫌いだからね。言うけどね、だって気持ち悪いだ、女装してるおっさん、そう、あの、それ、まあ、気持ち悪いと感じる人がそれ多ければあのうちとしては対処しなきゃいけないですよね。なんて言う、キモいから来んなって言う。いやでもそのキモいっていうのもまた難しいんですよね。でもほら、我々コスプレイヤーは、私が今あの主としてるのが、うん、キャラクターをリスペクトしてるの、はい、キャラと、あと作者ね、それで、あとはクリエイターの人、うん、この3
三強なのよ、うんうんうん、そこに一個でもなんか違うなってやったら私は絶対コスプレはしないようにしてるの。これは私のただのポリシーだからだけど、うん、でも気持ち悪い女装って自分がしたいだけで、キャラは好きだけどキャラへのリスペクトがない、はい、私からすると。たまに確かにいらっしゃいますよね。そのキャラが好きだからするだけであって、キャラへリスペクトがあったら絶対したくないと思うのよ。ある、めっちゃある。それはでしょ、それはどうなの。いや、それって判断つかなくないですか。さっきも局長と言ってたけど、エヴァンゲリオンのコスプレイヤーに私が、例えば綾波のね、綾波コスプレイヤーに、あなた何人目の綾波ですかって言った時に、一応アニメの3人目の綾波をしてるんですけど分かりますって言ってくれたら、私はもう大好きになる、うん、冷たい記憶のない人ね、じゃあ読書好きじゃない綾波ねってなる。分かんないでしょ、読書の好きじゃない綾波が。そう、私多分ね、そう、劇場版の方かな、それって劇場版。アニメアニメの方、アニメの方。あ、そっか、あ、私1回どれくらいしか見てなくて、コスプレやってるの。あ、でも待って、ね、記憶が薄れてきて、なんか再履修してないかな。ああ、そう、そこまで、そこまでですね。あ、トールちゃんが来た。あら、京猫もいるじゃん、京猫もいるじゃん。ゆうちゃんも、ゆうちゃんもお帰り、復活した。細身の時にね、トールさん、これ、声掛け、あ、トールちゃん、おたおめ。あ、多分近いよ、ここも近いし、実は、トールちゃん来てほしかったけどな。嬉しいね、来てくださって。トールちゃん来てほしいな。てか、ここで何人来るんだろう。あと来た。9月7日にアツコスっていうイベントがあるんですけど、9月7日に、9月7日の土曜日にアツコスっていうイベントがあるんですけど、主催者です。アツコスの主催者です。名前で出る、実行委員会の、アリスお帰り、実行委員会の代表です。代表になります。よろしくお願いします。いろいろ聞いてんの、気持ち悪いコスプレアとかいろいろ。そう、こういうイベント、なんかそう、楽しみね、楽しみね、どんなやつが来るか。日本一的な代表はこう優しいけど、私絶対許さないから。めっちゃ多分冷たい態度を取るけど。私たまたまこう出ることになっちゃったんですけど、私結構こう係に隠れてこうやってくださるスタッフはもういっぱいいるんでね、10人とかもう15、16人かな、すわ、循環、問題があって、どうしてもその怪しい人じゃないけど、大丈夫って感じの方が、ガキさんっていう人が来た。はーい、ガキさん、いろ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 来てるから、本当ね、来てくださってありがとう。もっと早く、玉ねぎさん、行きたかったで。え、ゆうちゃん来ないの。え、来ない、え、来ない、え、来ない、え、来ないって言った。レイヤー、あれてか、ここレイヤーいっぱいいるけど、そうなん、来るよね、来るよね、あ、カジカシだ、カジカシは来るよね。はーい、一応ね、この小麦ちゃんはね、はい、直接誘った。来る。トルちゃん来ないな、そんな泣きマークは。次回もあすか、まだ次の日発表できないな。リュウさんは、リュウさん来るかな、カメラマン。来て。行きますと、ほら。ありがとうございます。今日は言っとくけど、代表は多分どんなレイヤーの方でも優しく接してくれるけど、私は嫌いなレイヤーはマジでとことん無視するからね。ほんと好き嫌いははっきりしてるから、統括ですからね。こんなんが統括やってますからね。スタッフにもね、こう結構ね、こうすごい
人が実は今回あのどうなんでしょう、ライブなんだ、ステージの設営を主にやってる会社さんなのかな、あのメーカーズピアもいろいろ店舗を手掛けてらっしゃるライブスジャパン株式会社さんがスポンサーについてくださっておりましてですね、ライブスですよね、ランウェイとコスパ法がね、あるのよね。そう、あ、まだ画像出せない、画像7番どうぞじゃあここですね、ここで、あーすごいよ、これぶっちゃけコッサミぐらいの大きさだもんね、うん、結構あの横 9. 点何メートルで10メートル弱あって、幅が、5メートル弱かな、あと花道もね、横 2.4 の縦が 4.8 ね、よく覚えてるわね、つい最近あ、リオさん行きますってありがとうございます、リリスが玉ねぎさんがはっきりしてくれるから、いろんなイベント助けられてます、助けてない、大丈夫じゃあリリスもはっきりしてるからねそうなんだ、だから気が合うのよめっちゃ好き嫌い、やばいやばい、サクッとしてるから、ちゃんとしよう、ピシッとしてよ、いやーそこで私おかずやりますマジで独断と偏見で選んだコスプレパフォーマンス、知らないから、あだってステージって言ったら、なんと落とすことになるなんて、まさか、しょうがないしょうがない、次回ぜひまた応募してください、落ちた人はね、挑戦した方も次回計画しておりますので、お願いします、全然ラブ出したいな、ゆーちゃん、リルスとトモルちゃんも関西から来てもらって、京猫も、京猫お前来るだろ、カジカシも来るだろ、うん、あ結構上からゆーちゃんは来るから、メイさんも来ると、圧力があるね全員出せばいいんじゃない、やだ可愛いワンちゃんがいるじゃん全員だって次回もし来るんだったら全員ランウェイ出ればいいんだ、本当ですよ、うん、出すよ、そうですね、なんかゲスト枠とか出したいですよね、あり、え全員出せばいいんだろう、そ取っとこうかなここにいるやつ全員出すっていう何かスクショ取っとこう、あっシリが実はこう裏でいろいろ動かしてるこの人がね作った曲がずっと流れとるんですよ、スクショ取ったあ、スクショ撮った、うん、あ、そうそう、あの、うん、J から始まる人か、この曲を作った人は J から始まる人、あれ J だよな、上位、あ、ちゃうちゃうちゃういやね、すごいね、そう、あのここの曲をあのランウェイで使う、あ、今あの、ね、初めからこう流している曲を、あの流してくださってる曲をランウェイで使わせていただこうと思ってて、あと MC ですね、MC で、はい、流させていただこうと思ったロックのかっこいい曲なんですけど、ね、曲たちスクショしたんで今ここに出てる人が次もしアツコスがあったら強制参加です、ね、イエーイ、私の権限で出すの、ちょっと話はですね、この曲はあの安田さんある方が作ったんですけど、その曲を録音したのがね、そのライブスジャパンだったと20年前にしかも、去年運命的な出会いをそのお二人がされてね、でこう話がずんずんと進み、なんかこう私が巻き込まれてね、マジでそんなことない、ごめんどうしたの、落ち着きなさいよテンション変になってる、どうしますいつもこうなんですか、主催者です
もう一度言います、主催の方です。いいのこんなやべえやつがイベント主催者って思われちゃう。あまりあまり見てないことを祈りつつ見てることを祈る。ここら辺のやつもみんな見てるからね。もうさっきのスクショ撮ったから。強制です。トールちゃんは関西から呼びます。来てねみたいな。個人的に、なんかお人柄もね素敵な方ですよね。かわいいなトコちゃん、かわいいな。露出は大丈夫だっけ。あ、ゆうちゃんやべえよ、脱いでるからね。どうなの、お子さんが。オッケー、あ、オッケー。10分前であって、あ、大変、あ、もうその時間。よし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 、巻いて巻いて巻いて。何も、もう、だって巻くものがない。もうないもん、これ。はい、終わり。ものがない。もうなかった、台本なしです。だからね、もう、やるしかないのよね。そうですね。9月7日に、またいろいろ決めなきゃいけないことがいっぱいあります。そう、あと2週間。もう2週間しかない。楽しい。独断と偏見よ、私の。アフターパーチ、アフターパーチのこと言ってないじゃん。あ、そっかそっか、 あのもうちょっと宣伝しなくちゃね。なんとね、バーレスクダンサーの方も来てくれるんですよ。ボニータボンボンちゃんっていう、私ボンちゃんって呼んでたの、ボニちゃんって呼ぶ方もいらっしゃるんだけどね。本場でもやったことがある、あのバーレスクダンサーの方でですね、バーレスクって皆さんご存知もないかもかな、あ、そんなことないか。あの昔、何年か前にあのバーレスクって映画があったんだけど、皇帝って人が来た。え、かっこよ。どうも皇帝さん、よっしゃ。私知らない子。そう、うん、そうね、あの会ったこともない子。私のあのつてでこうなんとかお願いできませんかっていうことで、まさかのちょっとこのあの売ってるチケットの金額ではとても見れないショーを見せてくださるんです。楽しみね。うん、で、あのバーレスクってこう、こうね、脱いでいくショーではあるんですけど、そのもうね、なんか芸術、女性の方がもしかしたら楽しんでいただけるようなあの内容で、でこうレイヤーさんが見てもこうカメラマンさんが見てもこう一般の方が見てもえ素敵って思うんだね。なんかこう共通項っていうかなんかあると思うんですよね。大丈夫かな。黙ってたよずっと。え、待ってた。あ、熱くなってね。でアフターパーチ他軽食とかも出るでしょ。あ、そうですそうです。 ありがとうございます。そう、あの軽食、あのうーん、なんだ、フライドチキン、フライドポテト系、ああいうあの簡単なオードブル系と、あとね、変な色なお菓子が出る、よく分かっても私も分かってないから、それはもう主催に任せてるから。メーカーズピアの、ね、店舗さんにお願いして、こう特殊スイーツ、特殊スイーツなんていうのかな、映えスイーツっていうんですかね、映えスイーツ出るのよ。こう普通ないような、あのハロウィンにあるような感じかな、イメージ。夜撮もできるよね。あ、夜撮できる。そう、あのイルミネーションが綺麗になったんです、メーカーズピア。だいたい6時ぐらいに終わる、夕方のね6時に終わるイベントさんが多かったと思うんですけど、あの私らの22時までやるということで、新しくなったメーカーズピアのイルミネーションで撮影できます。うん、すごく綺麗でね、もうそこはあのやってる会社さんがそういうイルミネーションで、あのもう誰もが知ってるあの有名な、こう全国各地にあるじゃないですか、もう東京、京都、あとあの誰もが知ってるツイッターで見たことがあるとか、なんかこうネットで見たことがある、テレビで見たことがあるイベントの設営をやったりとか、イルミネーションやってるところが、実はメーカーズピアやってるのですよ。そうなんだ。多分抜けてる。
知らない人たちいいかなっていう。すごいのよ。光栄ですね。そうやって頑張ってるのよ主催者は。私はその中で適当にやってるのよ。たまたまこうお二人に出たんですけど、影のね、影のなんだ、総理大臣じゃないですか。総理大臣影の リーダーじゃないわ。落ち着きなさい。やってくださってる方もね、いるしね。いるんだ。いる。へえ。いる。主催じゃない、主催でしょ、あなたトップだから。いやいや、怖い、濁しといた方がさ、トップだからね、何かあったら言ったらいいと思うよ。あ、でも本当、言ってくださいね。気持ち悪いやつがいたとか。そう、これ困ってるんですけど、目障りのやつがいたとか。どうしたらいいんですか、くせえやつがいたとか。あー、そうね、多分私に言ってきたら多分即言っちゃうから。ほっ、そう、なんか同行してて、その人に迷惑を、あ、そう、人に迷惑をかけないでくださいは規約で言ってますしね。人の迷惑は分かんないわよ。そう、本当選手権は難しいね。だってこレイヤーとしてカメラマンとするじゃん、はい、これが嫌な人もいるじゃん。あ、そう、これあるやっぱ触れるのってそれでトラウマになる人だっているわけだしね。これはね、本当にどうするの、こう来たカメラマンがいて、なんかそれは触られたんですって来たら、そのカメラマンはもうグッバイ。これは難しい。いや、そこまでは言えないけど、やっぱご本人が、すごく言いづらいと思うけど、その言わなかったっていうのを多分こう、ダメじゃないけど、言っていいの、じゃあレイヤーが。そう、レイヤー側もやっぱ言わないといけない。死ねって言っていいんだって。どうなの、日本で。やめてくださいってちゃんと言わないといけないですよね、言わないのもあるよ、確かに。言わないと言っていいからね、伝わらないってことで、あ、言わなかったでしょってなっちゃって。私もそう、中国関係と、ぼいけないな、お仕事でね、中国とやり取りすることもあるけど、あなた言わなかったでしょで、それで終わっちゃうこともあって、言えばいいの、必ず言わなきゃいけない。あれをやってください、これはやってください、これはやらないでください、言っとけば、言ったでしょってなって、ちゃんとね、その証拠が取れるし、あなたは言わなかったから分からなかったって言われちゃったらーってなっちゃうもんね。だからね、前あったラグコスで、めちゃくちゃ列ができて、あったね、熱中症になりましたっていうレイヤーがいたけど、あれもそう、ご自身が、あれ、まんま言わない方がいいのかな。カメラマンのせいじゃないからな、あれ。あれはね、あれは、言わなかった。お前だぞ。並ばれてて気持ちよかっただろ、知ってんだぞ。あれは、そう、きっとなんかその、訴えるってなった時に、レイヤー側はきっと弱い事例なんじゃないかと思いますよ。マジで。言うべきなの？多分ね、多分だけど。ごめんなさい、間違ったら、もう個人の感想ですからね。逃げた、逃げた。いや、だってさ、ちょ、もういいよ、ほんとうざいやつだろ。そういう、なんか、こう、後から炎上しそうなことがここで出てくる。いや、もう炎上、どんどん来いよ。炎上されたら、炎上されたら、強いね、私たち。炎上してきたら、営業妨害で訴えられるから、開示請求するからな。開示請求するから覚えておけよ。何も言わずにいきなり開示請求やるからな。いちいち言わないからな。訴えますとか言わないからな。そうです、本当、私もお客さんのスクショか、あ、スクショ、お客さんのスクショって何や。お客さんから来た苦情のスクショを撮ってるわけで、スクショとかも全部記録残してて、実は何かあった時に、もううちの対応が悪かったのか、お客さんがクレームだったのかとか、お客さんの方がちょっとこれは言い過ぎだとか、もう全部残してる、もう怖いから。うん、あ、巻いて1分ですって、巻いて、はい、ということで、はい、炎上どんとこいです。嘘でしょ、炎上だからちょ、笑って炎上したところでよ、
本当に何回も言うけど、わかんないよ、主催者の方はわかんないけど、私は何も言わずに水面下で動いて、いきなりお前んとこに開示請求届かすからな、内容証明届かすからな、口は災いのもとだし、あのあれネットっていうか、あの携帯スマホだからって、 あんまりこうすげえことを言うと、あの後からあと15秒ちゃんとみんな撮ってるからね、気をつけてくださいね。じゃあそんな感じで、あの9月7日のメイカーズピア、よろしく、普通に楽しんでね、またねー。